プレイボール。どうもタブヤンです。スーパーファミスタレトロ2020未だ開幕せず連敗を続けております。さあやっていこう。コントローラーね、これもう始まってるけど、ホリパッド使ってたんですけど、今回からちょっとこっちスイッチ使ってみたいと思います。フォークではダメ。あとポイントはあれだよね、スリーボールまでも振らないぐらいの気持ちでね、カメラ忘れた、振らないぐらいの気持ち、ボール球多いから。で、あと音を聞く、シュッていう時は振る、バット短く持って、プーっていう、シューっていう時は振らない。さあフルカウント、ここだ勝負。わあ、音の判別でもフルカウントまで粘るっていうね、一体もうバット短く持って、これもスリーボールから勝負みたいな。ほら、このシューっていう音は振らない。これももうストライクしょうがない。いや見極めできない。いや、ほんとなんかコンピューター強くなってるよね。あー、うまく持たれた。あと守備はまあ前回まだ良かったんだけど、大谷ホームラン20本、走った、やばい、これ日ハムペースだ。インコース振らない、インコース詰まらせたけどエラーすんのかい、そこで阪神大ピンチ、そこでエラーするか。ノーアウト二塁三塁、絶対絶命。今日は攻撃をなんとかして、おい、ジャストミートされた、タッチアップするか、そら無理だ、まあこれはしょうがない。中田アウトコース、足速いね。ワン、なんか調子いい人多いな。オッケー、1点を失いました。でも今日の課題は攻撃でいくぞ。全員バット短く持っても、4番でさえも、おっとね、静かにみんなするんだ。あー、今ボール球から入ってくるからね、基本こっからだ。うん、振っちゃうねー、振ってしまうよねー、全然フォアボールを怖がらずに来るよねー。集中、もう実況しなくていいよ。あっ、ブー三振の山を築かれる。手腕っていうのはもうシュっていうやつだけね。はい、これだけ振っていく。ただボール3までは待つ。こっからだ。よし、当たったぞバットに低レベルだけどいや、それでいいんだ。うん、もう3ボールからはね、あの速球を振っていくと、ブレずにやっていこう。これ間に合わないのか。いやー、ショートの深いとこ間に合わない。走ってきた、うわー、これホースアウトでしょ。よし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 、結果オーライ。アウトでしょ。よっしゃー、全力投球でオラオライ。
さあ攻撃だ攻撃。まあ弾数ね、有原さんに投げるっていうのもあるし、一巡目またこれ夜勤に出勤前にこれがプレイしております。さあこっからだ、こっからこっから、おい、さっきよりタイミングあったぞ。ここここバット短く持ってフルカウント、おい、ナイス見極め、いいよ、これこれこれ繰り返していくぜ阪神タイガースっていうかこのゲーム攻略にはこれ難しい、この修行が必要だ。阪神8割ボール球だもんね、緩いボールは。ほらそれをもう理解しないとこれね、このゲームしょうがない。おら、フォアボール、きたきた。さあピッチャー西でも同じですよ、ボールから入るからスタミナがすごいよね。ねえ、最初の頃のファミスタと違ってこのゲーム結構スタミナあるもんな、球数の割には。さあこっからまあピッチャーだからフルカウントまで待つか、もう一球待つか。オッケー、さあノーアウト満塁、近本。ボール球、集中集中、どうした有原。これね、もう一球待つか。おい、フォアボール、フォアボール、同点。さあ木浪、なんか違うゲームみたいにちょっとしたゲームバランスが変わってんじゃないこれ2020ね。それに合わせてこう令和のファミスレトロファミスタを見せるしかないよねこれ。打ちたいな、でもな、打ってまおうだ打ちたいんですか、糸井。初球からいっちゃおうかも。打ちたいな、いや打ちに行くと三振。大山4番ですからね、バット長く持つがあれば振っちゃえよ、振って三振、気持ちが悪い、ぐー未だヒットなし。有原続投か、おらおらい、先ほどヒット、インコース、おらおらい、定位置、ツアウト。攻撃を長くやりたい。おらおら、ショートショート、オーケー。さあ攻撃だ、攻撃の方が長く長いよ、こっちは打たして取るスタイルだから。いまだノーヒット、あと短く待って福留。さあ先と同じ手腕っていうのは130キロ台。こっから、ふわー外された、分かっちゃいるけどやめられない。なんかあのスーパーファミスタシリーズね、12345ってあるんですけど、なんか粘土によってはねえ、フォークボール的なやつを A ボタンと下で打つとかあったけど、多分説明書に振っちゃった載ってないからそういうのないんだろうねこれ。いやー、ファーボール平気でボール球打ってくるね、やっぱりね。このシューっていう速球だけを振りたいんだよね。
なんか速球はストライクになるボールが多い気がするんだよね、今まで見てると。ただ負けてただけじゃないですよ。いや、ちょっとボール1個も外れたな、今。フルカウント？うわー、チャー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 。三振11個。すごいな。3回で11個ってもう、1人以外全部三振なんだ。うわー、危ねえ。日の出るような当たり。いや、キャッチャー取って、これ。ほらー、ピッチャーだとこうなる。中田走ってくるかな。走ってきた。ナイスキャッチ。中田走ってくる、また。オッケー。キャッ梅野取ってほしいよね、あのキャッチャーフライね。12打数0安打か。作戦が結果失敗してるな。フォークがね、速いんだよね。130キロ台だから。バットに当てた。三振を免れないといけないっていう。先ほどフォアボール。いや、有原さんの球数もだいぶいってんじゃない。球数出ないけど、これそれでも疲れないよね。うわぁ。さあ、近本、三振とフォアボール。もう速球はファーストストライクからでも振っていくようにしようか。なんか後半になると尻上がりに良くなっていくよね、ピッチャー。なんかストライクが増えてきて15打数0安打。いやー、これも引退の危機が近づいてきましたね。フォーク振らないな。三振の取り方がまだ分かってないからね。ほんでほら、全然三振取れねえ。フォーク、よっしゃー、初三振。もうこれ普通のストレートで打ち取れんじゃないの。オッケーオッケー。でも中島さんに前回ホームラン打たれたもんね。あ、ピッチャー交代か。有原さんは打てなかったなぁ。で、清宮。なんかタイムリーかなんか打たれたよね。オッケー。あー、ちょちょちょ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。よしよしよし。さあ、2番手ピッチャーが金子さん。6、7、8、9で、あと4回で4人もいるのが。この人も、まあ、ボール球中心だったよね。でも負けてはいないんでね。ヒットなしだけど。守備はいいと思うんだよね。課題はバッティングだよね。ここ。ちょっとボールを見極めようとしてるから振るのが遅い。もう3球全部フルスイングって昔のやり方だと3球ともボールが来るんだよね。それでこれまでここまで打ててないの。ほれ、糸井足速い。初めてのヒットが出ました。リリリリリリリ、いけ糸井、糸井、セーフ。さあ、大山バット短く持って、打ったー。初めて外野に飛んだー。福留さん、初球からいったー。一番の見せ場、エラー来るよ、タイムリーエラー来ないー。一番の見せ場終わったかー。初ヒット。あ、一番バッターから、ここ嫌だねー。センター足速いからね。オッケー、センター近本。あ、疲れてきた。ピッチャー交代。
青柳でいこう。初登板144キロ、サード守備はいいんだよね、みんな足速いから。大山サード、ナムコスターズより全然オッケー。素晴らしい守備だ。さあ守備で勝つぞ阪神タイガース、ラッキーセブンだ、ゴーゴーゴー。マルテバット短く持って抜けろ、あーファースト一塁線抜けないか。糸原よし、タイミングは当たってきたね。ストライクだけを振る、うわ、おポテンヒットならず、三振しなくようになってきたけどね。いかんせん毎日バット振らないといけないのか結局ね。結局もうちょっとしたね、プロでもそうでしょうけどね、もうちょっとでもバット振る練習あるのみなんだろうな、これは。このゲーム e スポーツですね。あ、シュートがいいね青柳。さあラッキーセブンをしっかり抑え、うわーやられたー、助かったー、ホームランにならず、よかったー。走ってきた、アウトでしょ。よーし梅野ナイス、チームを救いました。青柳さん代打行こうか。代打誰がいるのよ。原口、原口、わわわわ、あピッチャー交代か、左ピッチャー来るか、あ右か、代打 原口じゃなくて、あ左高山しかいないのか、高山使いたいな。右バッター出してしまったな、まあいいか。初球からいった、ストライクが振っていくぞ。ちょっとボール球が今追い込まれた、フォークでもうイチコロだな。おーい見極めた、あーよかった、フォークじゃなかった。三振しなければ何かが起こるよ。近本調子よし、惜しい、バット短く持ってきたー、内野安打でしょ、セーフ近本ナイス。さあリー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 、初球からいけ、いったー、走れ走れ走れ、セーフ。さあ見せ場来ました。あー木浪今の決めないと一発でストライクはなかなか来ないよ。おい当てた、サード走る、サード回る、おーサードに投げたら今ホーム突っ込もうかなと思ったけど、あなぜセカンドに投げる。ツーアウト、さあ糸井見せ場、初球からいった、惜しい、バット短く持って、あなぜ空振りする、当てたー、うーん、でもなやっとなんか野球になってきたけど、8回2安打、ピッチャー交代、ガルシア防御率低いんだよね、これ岩崎でいくか。ガルシアなんかこの防御率がね怖いよね。いやでもいける、ガルシア行こう、全員投入、下位打線ガルシア抑えてくれたら、あと延長も可能性あるからね、これ。おら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 、ライトファールフライ、ナイスカッキャッチ、糸井足速っ、走ってくる、走ってきた、ナイスキャッチ、バッター勝負、走ってきた、
あぶねえ。ファウルでしょ。やばいや、ホームラン。ファーストでいいでしょ、これ。足速いやー。嘘。エンドラン成功、大ピンチ。ピッチャー交代。これ藤川球児でしょ、もう。藤川、ナイスキャッチ。さあ9回だ、勝負。大山バットを短く持って打った。いや、バットには当たってきてますよ、これ。うん、福留。ただいかんせんボンフライばっかり。早い2球でマルテ、何でも振っちゃってる。惜しい。いやー、三振はなくなった、きたんだけどね。ピッチャーだからエラーないか。さよならだけは防がなければ。藤川球児続投です。さよならホームランが怖いな。おらおらい。延長延長。中田怖いな、この人の一発は。フォーク、インコース勝負だこの野郎。よし、アウトコース。おらおらい。意外に伸びる。嘘だ、中田のボールすげえ、めちゃくちゃ伸びた。みんなわからないだろうけど、びっくりした。ショートの肩よ、木浪の肩。わあ、藤川球児疲れた。どうしようかな。代打、代打じゃない、代ピッチャー交代。岩崎インコース、よし、詰まらせた。このゲーム初の延長か。延長です。あ、ピッチャー疲れてる。まだでも向こうは余裕があるんだよね。あと2人いるんだよね。宮西、あらま、打ちづらい。なんかこう全部ボンフライになっちゃうね。梅野もバット長く持っちゃえ、もうホームラン狙うぞ。ホームラン、ホームラン、梅野。どうだ、梅野いったか。大きい大きい大きい、入ったー、ホームランです。梅野やりました。バット長く持ったらいくもんだね。今までバットずっと短く持ってたけど、岩崎は変えられません。バット長く持つのありか。あの、調子がいい時はそうかもね。当たれば入るホームラン、初勝利なるか。ポテンヒットないな。近本バット短く持った方がいいと思うんだけどな。あ、ピッチャー交代、最後の一人。よしよしよし、日ハムも追い詰めたぞ。いや、一勝がこんなに遠いとはね。まだ勝ってないし。あ、これ落ちるかも。落ちないか。さあ、梅野のホームランを守りきれるか、最終回。しかも下位打線からセンター。いや、中田の ボンフライっていうか外野フライはびっくりしたね。あれ伸びるの覚えとかないとな。嘘、そこでエラーするか、おい。ライト糸井かよ、しっかりしろよ、おい。今セカンドに投げたかったけどな。やばい、一打同点。ああ、ピッチャー疲れた。嘘でしょー、抜けてー。マジか。また追いつかれたー。
嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。ピッチャーが一人足りない分の敗北か。これは惜しいとこまで行きました。ゲームセット、まあ3、まあ順当な勝敗ですよね、これね。こっち3安打だしな。くー、まあ前半部分でね、得点取れなかったのがまあ敗因でしょうね。次回もお楽しみに。まだ引退しませんよ。それではまた、さよなら。課題は攻撃だ。